襲われていた天使じゃない？悪魔！また私に危害を加えようというのですか？落ち着いてください。ちょっと話を聞きたいだけです。そうだ、妙な真似をしたらただでは済まんぞ。近寄らないでください。お兄ちゃん、落としちゃダメだって。そうですよ、まずは逃げられないように踏んじまるのが先じゃないですか。後にも先にもそんなことはしません。普通に話し合いましょうよ。どうして？そいつが何の目的で魔界に来たのかもわからないでしょ。ユイエの花畑のこともあるし、疑ってかかるのは当然じゃない。だからって、それはやりすぎだと思います。お前ら、くだらん言い争いはよせ。縛り上げるかどうか、この天使の返答次第だ。野蛮な悪魔の思い通りになんてなりません。プリプリティプリファニカ、お願いします。モンスターさん、私を守ってください。もう物騒なことばっかり言うから誤解されちゃったじゃない。モンスターさん、私が逃げる間だけ足止めしてください。とにかくこいつらを片付けるぞ。まとめて片付けてくれる。大丈夫、いけます。ふっ、コテンパンにしてあげるわ。そこ、きたきたきた。新速どこらしょう。相手が悪かったな。た怖くない、怖くない。よいしょ、飛んでっけ。てやっ、ファイト。はっ、飛んでけ。大丈夫、いけます。どうぞ。
もう怒ったかんね。行くぞ。ねえねえ、これ見て。すぐに楽にしてあげるじゃよ。おいさん。ぴょん。のらん。魂狩るよ。一緒にあの世へ、メイドへの道連れじゃ。行くな行くな。はい。大丈夫、行けます。行くぞ。触覚、触覚。これが魔王の力だ。はい。行きますです。避けちゃダメだよ。行きます。ねえ。おいさん。レディーゴー。タッ。くらえ。大丈夫、いけます。これで俺様の名が知れ渡ったな。大丈夫。どこ行くの？天界の門に着いたか。ここへ来るのも久しぶりだな。あの天使、天界へ逃げちゃいましたかね。何をしに魔界へ来てたんでしょうか。なんだろう、また悪魔たちが集まってるけど。なんだてめえ、天使に金でももらったのかよ。
ないですか。また囲まれちゃってますよ。助けないと。お前たちも天使を懲らしめに来たのか。違います。ラハールさんは魔王としてこの魔界に起こっている異変をどうにかしたいって考えているんです。だからもしその天使さんが何か知っているなら聞かせてほしいんです。ラハール、その名は確か魔王クリチェフスコイの息子の。そうだ。そして親父が死んだ今は俺様が魔王だ。覚えておくんだな。お兄ちゃんのことを知ってるの？お兄ちゃん、お前天使に見えるな。そうだよ、天使だよ。でも魔王クリチェフスコイの娘なのよ。そうなのか、驚いたな。いやいや、驚くのはこっちよ。こんな突拍子もない話信じる悪魔もいたのね。お前は。あ？何よ。いや、何でもない。変わり者のクリチェフスコイならありえん話でもないと思っただけだ。天使と話し合いたいのは分かった。ならその前にこの天使を倒したがっている悪魔たちを何とかしないとな。何とかだと？ふざけやがって。貴様もその天使に用があるのか。そんなところだ。だからちょっと手を貸してくれないか。この天使を守るために。天使を守るだと？親父を変わり者と言ったが、お前もよっぽどのようだな。いいだろう、手を貸してやる。貴様、名前は？ゼノリスだ。では掃除を始めるか。行くわよ。行くぞ。そりゃ。ゴザール、どこらしょ。もう怒ったかね。おいさん、おいさん。弱者に同情する気はないぜ。た怖くない、怖くない。よいしょ、せーの、飛んでっけ。もっこすく。ちょ
らえ！触覚！いきます！いくわよ！避けちゃダメだよ！せい！避けちゃダメだよ。はっ。いきますよ。パンプキン。ほらよ。ほらよ。せいせい。もう終わりかな。はっ。くらえ。ヤキ形でのござる。チョヤ。パンプキン。俺様の恐ろしさをたっぷり味わうがいい。すぐに楽にしてあげるじゃよ。そこ。せら。ほらよ。いいぞ。と、行ってきな、プリードマ。ベッカー。ほわほわ。行きますじゃ。てやっ。ほらよ。弱者に同情する気はないぜ。邪魔者どもは片付いたな。では天使の話を聞かせてもらおうか。て、いないよ。天使もゼノリスって悪魔も。もしかして天界へ帰っちゃったんでしょうか。まあのチャンスに逃げないのはよっぽどのバカだしね。まあいい。どうせ最初から大天使の面を拝みに行くつもりだったからな。さあ天界に乗り込むぞ。あれ、でも閉まってるよ天界の門。本当だ、さっきの天使が閉めたのかな。でも平気ですよ。天界の門は天使なら開けられるようになっているんですから。それじゃ行きますよ。おかしいです。びくともしませんよ。いや、フロンちゃん、今は天使じゃなくて堕天使なんだから開かなくて当然なんじゃないの。ああ、そうでしたね。うっかりしていました。じゃあ私がやるね。
えい、あれれ、どうして全然開かない。故障でしょうか。なんだと、ここまで来て開かないで済むか。こうなったら力ずくで開けてやれ。ダメですよラハールさん、門を壊したら展開と魔界が完全に断絶しちゃいます。ね、では何か、わざわざここまで出向いてきたというのに無駄足だったということか。ふざけるな。ゼノリス、あの名前どっかで。展開の門が開かなくなった。はい、どうやら門を制御する魔力が何らかの異常で失われたようです。ただいま大急ぎで復旧作業を進めております。魔界の調査に向かわせた天使たちが帰還できなくなっているということだね。それは由々しき事態だ。門が開き次第、捜索隊を編成して愛しき天使たちの救助に当たります。今しばらくのご容赦を。わかりました、急ぎ対応を。承知いたしました大天使様。しかし天界の門の魔力が消えるとは。ユイエの花の剣といい、魔界で何が起きているというのか。展開の門が開かず、がっくりと膝をつくラハール殿下の前に突如現れた美少女鬼軍曹エトナ。いや、お前最初からいただろ。貴様それでも男か、弾ついてるのか。えクヌ、それ以上は倫理的にダメ。容赦のない罵声を浴びせられ、奮い立ったラハール殿下はついに開くのだった。けなされて喜ぶ新境地を。門の方を開いてください。次回美少女エトナ鬼軍曹第6話、鬼と豚野郎。女王様とおやび。あれ、軍曹じゃないの。